どうもラマです。ラマです。せーの、よろしくお願いします。ということで本日の企画、えちえち質問コーナーしながら今流行りの寿司を食べてみた。今からね、寿司ローまで買いに行くんですけど、はい、まあ大体往復1時間くらいかかるので、まあ、その間ね、車の中でちょっと喋ったりするので、まあとりあえずオープニングトークはこれぐらいかな。はい、はい、チャンネル登録よろしく。はい、ということで今からスシローに買っていきたいと思います。テイクアウト注文してあるから取りに行くだけなんだけど、ここら辺ね、田舎すぎてね、スシローまでね30分かかる。なんもないからね。本当だったらさ、ここら辺でさ、ね、スタバとか買ってさ、ね、やってやったら YouTuber っぽいんだけどさ、スタバまで1時間半かかるから。ずっと本当にかわいそう、しんちゃん。なんでスシローは今炎上しているのか俺はわからないんですけど、なんかこぞって YouTuber がみんなやってるから、あ、これやったらいいんじゃねえかと思ってたからさ。じゃあまず理解するところから、はい、勉強させてください。よろしくお願いします。お願いします。まず、はい、おこれが炎上してて、でスシローを助けようっていう企画をやってる。スシローを助けようの企画なんだ。みんな、そう、みんな助けようの企画をしてる。あ、じゃあスシローが悪いわけじゃないんだ。何にも悪くない。スシローの話は今関係なくなっちゃうんだけど、昨日初めて TikTok ライブ歌ってものをやらかしまして、やっぱね、ライブはね難しい。そうね、 YouTube よりはちょっと難しいかも。そうだね、だってカット気にしなくていいし、なんかライブの沈黙は怖い。そうだね、無音のところに入ってきたら誰も見たくないんじゃん。そうだね、それはそうだね、その瞬間に入ってきちゃった人がね。だから基本的にやばい、喋り続けなきゃって思ってて、うん、ずっと喋ってたもん、うん、で昨日やったの1時間半ぐらいだよね。そうだね、あっという間だったね、時間が。しかもね、初めてね、投げ銭っていうものもらっちゃったんだよね。ジュパイさんに。はい、ということでスシローに到着するまでまだまだ道のりは長いので、スシローまでスキップさせていただきたいと思います。はい、それではスキップスキップ。はい、ということでスシローを買ってきました。スシローちゃま、大好きなサーモンがたくさんあります。こっちは見栄え用になんか2人前のやつ買ったのと、こっちは僕たちが好きなやつを買ってきました。それでおなじみのお酒で乾杯していきたいと思います。それでは、せーのせーで開けます。せーのせーで、間違えちゃいました。せーのせーで、やー。それでは、せーのせーで、いただきます。うわー、うわー、やっと食べられるお寿司が。いただきます。いただきます。縁側いきます。こういうお寿司の食べ方する人いない？こうやってご飯割って最初にご飯だけ食べるの、醤油につけて。いると思うよ。いるよね。だってもうハーフシャリとかがあるぐらいだから。まあそうだね。でこうやって食べたいの。なんかさ、これがちょうどいいの。ミスタードーナツみたいだね。ああ、実際やつね。チビドーナツみたいな。はい、ということでね、早速いちいち質問問いかけコーナーがありますので、メモに3ポイントずつ考えた、これは聞きたいみたいな質問があるから、とりあえず質問していきます。ではまず最初の質問、何をされたらムラッとするか。ムラッとするっていうのはさ、始まる前ってことでしょ。そういうことか。そういうことだよね。それでムラッとしてやりたくなるってことでしょ。ああ。でもそれこそチューされたんだ。そうだよね、みんなそうだよね。とかボチン触られたとか。急に。うわ、ボチン触られてる。うわうわうわってならないか。ならないですよ。
いつもと違う牛の仕方してきたりしたら、なるほど、なんかあるかもしれない。それで言ったらいつもと違う雰囲気出されたりとかね。ああそうだね。チューでも、うん、いつもはなんか喋りながらチューしてるのにうーんで、あの、あ、ちょっとさ、ね、ってやってんのに、その時はなんかって長くなったら、おや、そうだね、なるかもね、ってなるかもね。そうだね、きっとね、くせくせうん次いきます。外でしたことはある？どこまでだよね。いや、わかんないよ。週かもしれないよ。ああ。だからどの範囲でしたことあるかをさ、ちょっとレベル順でさ。ああ、いいよいいよ。牛からじゃない？でもそれはさ、もう何もあるじゃん。うん。じゃあ次週。もうあるでしょ。あるんじゃない？あんま記憶ないけどあるんじゃない？で次が外でってことは車でも入ってるってことじゃん。車ではさ、なんかあれが下がっちゃうよね、ハードルが。あ、まあそうだね。やっぱ外ちゃんとデート終わりにバイバイの時間、これはある。外でジフシーよ。何ジフキス。したことあるの？ノー、したことあんのってさ、それ事情挟んでこい。そんな怒った顔で。まず外でディープキスをしたことがあるかないか。え、それはないかもしれない。ねえ、ジョージもリナんでるから。俺もないかもしれない。外でディープはちょっとキモい。じゃあ次、分かんない。だからそれこそ本題だよね。うん、そうそう、ね、うん、だこのシュートイレとか入るか入んないかもしれない。それはさ、外だの。外か、それないわ。したら俺はあるかもしれない。どこで誰と？いや、まあ確か今めっちゃ思い出しちゃったけど、いい今。はい、次の質問いきます。ねえ、まあ行為中演技するかしないか、それは分かんないもんね。そう、だから本当にさ、やめてって何か言ったら分かんない。僕何数えてんの？今まで何か言われたことない。これはね、結構演技する。演技する意味は何なの？じゃあどういう演技か教えてほしい。だからやっぱ、死ぬとかじゃない。そんな人とやりたくないんだけど。え、いつもやってんじゃん。でもさ、演技は少なからずあるんじゃないって思っちゃうけどね。男よりも女の子にだよね。いや、それはね、分かってないと思う。え、男も演技してるけど。演技してるってよりかはさ、あれ聞いたことある。言ったふりをする。あ、ない、俺早いから。言ったふりすればいいんだ。演技する目的ってさ、でもお互いさ、場を盛り上げるため、うん、だからそれに関しては男女あるんじゃないかな。お互いのさ、気持ちを高めようの演技は、うん、お互いあっていいんじゃない。ないカップルはすごすぎ、うん、燃え尽きすぎ。そうだね、演技しようと思ってするわけじゃないけど、普通に我慢しないよねってこと。ああ。普通に我慢しようと思えば声も全く出せない、出ないようにはできると思う。だからやってる最中は誇張表現だって。ああ、そうそうそう、そういうこと。はい、次、性感帯は。だから性感帯かなんか分かんないけど、俺背中にさ、顎つけられるのやめてほしいって言うじゃん。で、背中描いてほしいって言うじゃん、うん、背中が気持ちよくするのとか、変な風に触られるのが嫌なのかなって思って、もしかしたらこれ性感帯なのかなって思う。ちょっとムズムズするね。くすぐったいの。7はね、はい、次、いいな、単位は。単位あんなよ、単位いいでしょ。俺は生まれてきてから変わってないから。は？何だ？ん？飲みすぎた？早っ。
食べていいよ。好きなの取っていい。余ったやつ俺食べ。好きなの。あ、バラ俺は決まってるよ。はい。言わないの。言っていいですか。それなら言ってくださいよ。俺は騎乗位。ああ、そうだろうね。なぜなら楽。それが好きっていうのないかもしれない。じゃあ何でも好きってことですか。何でも好きと変態野郎ってこと。はい、次最後。乳首の色何色ですか。奈良の。もうダメだよ。乳首の色は。俺の乳首の色は抹茶色です。抹茶色。はい、ということでね、今流行りのスシローを食べながら今流行りのいちいち質問コーナーをやってきました。はい、面白かったですね。そうですね、話さないもんね、こんなこと。話さないね、基本的に下ネタ嫌いだし。下ネタを聞いた時に笑っちゃいけないっていうルールがあって、毎回笑うんだよね。ということでね、全部終わってきたからね、うん、この動画やっぱ伸びてほしいね。ナナさんがね、編集する動画ね、伸びなくてね、いじけてるからね。あ、まあ、それはしょうがない、実力世界だよ。それでは、次の動画でお会いしましょう。せーの。